みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。稲妻チャレンジャー。気をパンチ、パンチ、トンチを効かせてスライディング、ドロンコまみれが勇ましく光るぜ。ドンログチャレンジ精神、ドンクライめげずにファイティング、悔しい気持ちも終わり変えようぜ。アセカキネソカキウメソダチ、稲妻イレブンはレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ついに日本にこの季節がやってきました。暑い夏よりなお暑い全国中学サッカーチームの日本一を決めるフットボールフロンティアの季節だ。全国の頂点に立つのはどこのチームなのか。しかしその前には通らねばならない関門がある。そう、予選を勝ち抜かなければならない。そして予選を通過した14校と推薦枠2校こそが真の意味での王座を狙えるのだ。ああ、その栄えある予選第1回戦の組み合わせは、おっと、強豪乗せ中だ。対するはなんとめきめき頭角を現してきたライモン中。これは1回戦から面白いことになってきたぞ。さあ、次の対戦はどの組み合わせだ。フットボールフロンティア。こら、いつまで寝てんの、遅れちゃうよ。フロンティア、フットボールフロンティア。秘伝書はどこだ。燃えてんな。フットボールフロンティアだからね。チース。よ、俺ドモン。よろしく。よろしく。で、校長室ってどっち？もしかして転校生ですか？そう、ピッカピカの転校生。まったく散らかしっぱなしで。洗濯機に入れてちょうだいっての。誰に似たんだろうね。誰に似たんだろう。みんな分かってるな。とうとうフットボールフロンティアが始まるんだ。で、あ
相手はどこなんだ。相手は知らない。乗せ中ですよ。ん？乗せ中は確か昨年の地区予選の決勝で帝国と戦っています。すっげえ、そんな強いチームと戦えるのか。初戦大差で敗退なんてことは勘弁してほしいですね。ああ、それからチーッス、俺ドモンアスカ、一応ディフェンス希望ね。君も物好きですね。こんな弱小クラブにわざわざ入部したいなんて。ドモン君。あれ、秋じゃない。お前来門中だったの。なんだ、知り合い。うん、昔ね。とにかく歓迎するよ。フットボールフロンティアに向けて一緒に頑張ろう。相手乗せ中だろ。大丈夫かな。なんだよ、新入りが偉そうに。前の中学で戦ったことあるからね。瞬発力、機動力とも大会屈指だ。特に高さ勝負にはめっぽう強いのが特徴だ。ちょっとトイレ。戦う前からビビってどうする。高さなら大丈夫だ。俺たちにはファイヤートルネード、ドラゴンクラッシュ、そしてドラゴントルネードがあるんだぜ。どうかな、あいつらのジャンプ力とんでもないよ。ドラゴントルネードだって上から抑え込まれちゃうかも。なわけないだろ。ドモンの言う通りだ。俺もあいつらと戦ったことがある。空中戦だけなら帝国をもしのぐ。あのジャンプ力で上を取られたら。そんな、ドラゴントルネードが効かないかもしれないなんて。やっぱりトイレ。新必殺技だ。新しい必殺技を生み出すんだよ。空を制するんだ。行くぞ。もっと強く。よっしゃ、こいつ来い。よーし、へっ。お前どこ投げてんだよ。ふざけんな、ボール拾いか。俺はよっ。どう、似合うかな。似合ってるよ。アキ、またサッカーに関わってんのか。みんな頑張って。風丸、行くぞ。おけよ、手が出るな。フルカムさん、こないだのオカルト中との試合見せてもらったよ。よかったな、まるで稲妻イレブンの再来だな。稲妻イレブン。おいおい、遠藤大輔の孫が知らないのか、稲妻イレブンのこと。ん、稲妻イレブンってのは40年前に大門中学にあった伝説のサッカーチームだ。フットボールフロンティア優勝目前だったのに、あんなことがあって。お？いや、なんでもねえ。とにかくすごい連中だった。あいつらなら世界を相手にしたって戦えたはずだ。かっこいい。超絶対かっこいい。稲妻イレブンか。ショーンさん、お前さんは伝説のチームの血を受け継いでるんだ。じいちゃんも？遠藤大輔は稲妻イレブンの監督だ。まさにサッカーそのもののような男だったよ。よし、俺絶対稲妻イレブンみたいになってやる。じいちゃんみたいに。一人でなる気かよ。もちろんみんなでさ。な、俺たちは稲妻イレブンみたいになってみせる。はい。ねえ、おそらく乗せ中に敗れることは間違いないでしょう。はい、わかってます。おかわり。もう一体どこにご飯が入ってくの。3杯目よ。早く食べちゃってよね。あんた一人のせいで洗い物が終わらないんだから。わかってるよ、超高速食い。
ん、稲妻イレブンだったの？ねえ、そうなの？さあ、知らないわ、そんな昔のこと。母ちゃん、本当に知らないのかな？何？なんだ、父さんか。いつの間にか中学生っぽい部屋になっちゃったな。当たり前じゃない。サッカー好きか？うん。母さんは好きじゃない。うん。知ってるだろ？うん。母さんはサッカーがおじいさんを不幸にしたと思ってるんだ。何があったの？父さんにもあまり話してくれないんだよ。父さんはサッカーのことはよくわからないけど、男の子はスポーツに熱中するもんだよ。はっ！じいちゃん、何があったんだよ。中との試合までに新必殺技なんてできるのかしら。稲妻イレブン！稲妻イレブン！フットボールフロンティアが始まるってのに新必殺技の日の字も見つからないなんて。諦めるなよ。諦めてるわけじゃないよ。ただ最悪の事態も考えておかないと。新必殺技が見つかったとしても身につけるまでは練習が必要だ。ま、なんとかなるさ。なんとかって。よーし、早速来来県で作戦会議だ。モセ中相手に新必殺技もなしにどうやって戦うんだよ。俺はみんなを信じる。は？たとえ新必殺技がなくたってやってくれるよ。思い出せよ、俺たち稲妻イレブンになるんだぜ。伸びるぞラーメン。あ、やべ、稲妻イレブンか。はぁ、じいちゃんたちどんな必殺技持ってたんだろう。知りたいなぁ。稲妻イレブンの秘伝書がある。へぇ、秘伝書なんてあるんだ。何書いてあるんだろう。秘伝書だって？ノートじゃないの？凄技特訓ノートなら俺ん家にあるよ。ノートは秘伝書の一部に過ぎん。お前遠藤大輔の孫か？うん。そうか、大輔さんの孫か。大輔さんの孫か。何すんだ。遺伝書はお前に災いをもたらすかもしれんぞ。それでも見たいか。あ、遺伝書ち、じいちゃんが書いた秘伝書が学校にあるって。でも、なんで来来県のおじさんが知ってるんすか？さあ、まあ、細かいことはいいじゃないか。とにかく、秘伝書があるのは。あるのは、本当にここなんすか？あ、来来県のおじさんは、理事長室の金庫の中だって。
行くぞ。さっと入れよ、さっと。あ、重い。よし、任せろ。任せろだよ。早くしろよ。見つかったらどうすんだ。とっくに見つかってるんだけど。うわっ、あのこれはその練習だよ。そう、敵に見つからないようにする練習なんだ。はあ、あんたたちの探してるのってこれでしょ。じいちゃんの秘伝書。でも意味ないわよ。なんで。読めないもの。暗号で書かれてるのか。外国の文字っすかね。いや、恐ろしく汚い字なんだ。汚いんですか。多分誰も読めないんじゃ。それ使えねえよ。エンド。すっげえ、ゴッドハンドの極意だって。読めるのかよ。だってじいちゃんの特訓ノート読んでるから。俺も最初何書いてあんのか分かんなかったんだけどさ、少しずつ読めるようになったんだ。うん、相手の高さに勝つにはこれだ。稲妻落とし。稲妻落とし、かっこいいっす。読むぞ。いいか、一人がビョーンって飛ぶ、もう一人がその上でバーンとなってくるっとなってズバーン。これぞ稲妻落としの極意。え、なんだよそれ。ビョーンとかバーンとかそんなんばっかじゃないっすか。エンド、お前のじいさん、国語の成績良かったのか。さあ、サッカー一筋の人だったらしいから。あんだけ騒いでビョーンのズバーンか。もうちょっと書いてくれよ。でもさ、じいちゃんは嘘はつかないよ。ここには本当に稲妻落としの極意が書かれてるんだ。あとは特訓さえすればいいんだよ。どっから来んだその自信。ビョーンと飛んで。ちょっと休憩。遠藤大輔の秘伝書があります。ですが遠藤以外誰も読めませんし、手に入れたところで意味はないでしょう。休憩終わり。あ、土門さん、練習始まってますよ。あ、わりわり。本日のメインイベントはこれ。敵の凄技を受ける特訓だ。行くぞ。うわ、いきなり無理。いいね、特訓だね。遠藤、ちょっといいか。さっきの秘伝書のことだけど。うん。あれってこういうことじゃないかな。まず一人が飛ぶ、もう一人がそいつを踏み台にしてさらに高さを稼ぐ。十分な高さに達したところでオーバーヘッドキック。どうだろう高円寺。ん、そうだよ、多分その通りだよ。すごいなお前。そんな不安定な足場からオーバーヘッドキックを出せるのは高円寺、お前しかいない。俺が。うん、そしてお前の踏み台になれる奴は。うわぁぁ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 、壁山か。よし、なんすかこの特訓は。壁山くんは一段目なの。一段目が高く飛ばなきゃ二段目は空高く登れないでしょ。だからジャンプ力をつけるのよ。でもこれじゃあ、うん、飛べないっす。いいからやってみろよ。あ、俺もジャンプ力は身につけなきゃいけないんだな。行くぞ。ゴエチ大丈夫か。大丈夫だ、まだ高さが足りない。
もっと高く放り投げてくれ。わかった。豪炎寺の新しい技か。面白そうじゃない。なあ、もうやめないか。ボロボロじゃないか。そっちこそ。こんなの大したことねえよ。それよりお前。俺だって大したことない。豪炎寺。わかった、付き合うよ。もうやめなよ。壁山くん一人に苦しい思いをさせたくないからって、遠藤くんまでそんなことすることないじゃない。キャプテン、そうだったんすか。まだまだ。でも俺もダメっす。人間、もうダメだって思った時こそ本当の力が出てくるって。モンスター。さあ、もう一回だ。はい。すごいじゃないか、壁山。今の感じだよ。はい、でもちょっと痛いっす。いやー、ゴーエンジン！ゴーエンジン！ゴーエンジン！大丈夫だ。とうとうやったな。いや、まだまださ。ようやく三分の一ってところだ。でも、とにかく、やれそうな希望は見えてきたよ。よし、みんな！あと一踏ん張りだ！モセチュウとの試合は、もうすぐだぞ！好きになった気持ち誰にも隠せない。このときめきどうしたら伝えられる。オレンボーオレンガイ、レトロモダンな建物に人気者、好きなんだもの。ジャンプ力に対抗するには新必殺技稲妻落としが必要だ。でも壁山が怖がってなかなかうまくいかない。壁山、恐怖を克服するんだ。次回稲妻イレブン、これが稲妻落としだ。超次元サッカーを見逃すな。稲妻イレブンはレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。キャプテン、今日の格言。人間、ダメだと思った時こそ、本当の力が出てくる。以上！